メアリー2世は、イングランドスコットランドアイルランドの女王。名誉革命後、夫のウィリアム3世の共同統治者として、共に王位についていた。ウィリアム3世は、オランダ総督、オラニエコーはウィレム3世でもあり、メアリーはオランダ5名では、マリアと呼ばれる。1662年、イングランド王チャールズ2世の弟で当時、ヨーク公であったジェームズと、 その最初の妻で、クラレンドン伯爵エドワード・ハイドの娘アン・ハイドの長女として、ロンドンで生まれた。同母妹に、アン、イボ妹に、ルイーザ・マリア・テレーザ、イボ邸にジェームズ・フィッツ・ジェームズ、ジェームズ・フランシス・エドワードがいる。カトリックの父に対して、母がプロテスタントであったため、おじチャールズ2世の命により、妹のアンと共に、 後のロンドン主教ヘンリー・コンプトンの下でプロテスタントとして育てられる。1670年に母もカトリックへ改収したが、メアリーとアンはプロテスタントのままであった。これはカトリックを嫌うイングランド国民の感情を刺激しないためのおじの配慮であり、父は妥協のため教育方針を承諾した。1671年に母が死去すると、 父は1673年にカトリック教徒であるモデナ公女マリアと結婚した。1677年11月4日、おじのすすめで代々オランダの総督を接収するオラニエナッサ受けのオラニエ公ウィレム三世とロンドンで結婚する。ウィレムの母、メアリー・ヘンリエッタはチャールズ二世の妹、ヨーク公、ジェームズの姉であった。しかし、 いとこ同士の結婚であったとはいえ、チャールズ2世はかつて、オランダと名役を結びながら、フランス王類14世に、本位されて、ドーバーの密約を結んで、第三次英乱戦争を引き起こすなど、両国間の相互不信の中での政略結婚であり、この結婚は決して両国関係の安定化につながるものとは言い難かった。 結婚して、オランダのハーグへ移住してからはオランダに馴染むようになり、オランダ侵略戦争で、フランス軍と戦うウィレムの留守を任された。ウィレムが、ズダ持ちで、猫背、メアリーより、背が低く、両性愛者でもあったことから、当初夫婦仲は悪く、エリザベス・ビリアーズとアーノルド・バン・ケッペルという夫の愛人たちの存在に苦しめられたが、やがて関係を修復していった。 また、オランダに亡命していたいとこのノンマスコを、ジェームズ・スコットを夫と共に艦隊している。1685年に、オジ・チャールズ2世が亡くなり、父・ジェームズが後を継いで、イングランド・スコットランド王に即位した。当時のイングランドの貴族や議会はほとんど、プロテスタントであり、カトリックを徴用する、ジェームズ2世とことあるごとに対立した。ジェームズ2世が、 それまでなかった常備軍を新設するに及んで国王と議会の対立は頂点に達し、議会はジェームズ二世追放とオランダにとついでいたメアリーの擁立に傾き、夫ウィレムもオランダ軍を率いてイングランドへ侵攻することに同意する。メアリーはカトリック化政策を取る父をいさめ、1686年に父と対立して資格停止処分となった。 コンプトンの処分撤回を求めたり、1687年に父からカトリックへの改修を進められた時は拒絶している。一方で夫からイングランド遠征の話を聞かされると了解したが、ママ母からイボテー、ジェームズ・フランシス・エドワードの誕生を祝う手紙や、イングランド遠征に協力して、父に逆らうのではと疑う手紙を送られた際、曖昧な返事を出している。 1688年、ウィレムの率いるオランダ軍の出港を見届けて、オランダに待機、オランダ軍は何ら抵抗を受けずに、イングランドへ上陸し、ジェームズ2世の常備軍司令官も、無抵抗のまま降伏した。ジェームズ2世は、ロンドンからケントまで逃れたところを捕らえられたが、メアリーの立場を考慮して、処刑されることなく、フランスに追放された。メアリーは、 翌1689年2月に都営して帰国。最初はハンプトンコート宮殿に住んだが、ウィレムの健康問題からケンジントン宮殿に移住した。以後、メアリーは死ぬまでイングランドに泊まることになる。当初イングランド議会はメアリーの即位だけを望んだが、ウィレム3世が難色を強く示し、またメアリーが共同統治を望む手紙をウィレムに送った。そこで、 議会も、ウィレムが、オランダ総督を兼ねたまま、ウィリアム3世として、ジョー・メアリー2世と共に、イングランド、スコットランド、アイルランドの王位につくことに同意した。こうしてウィリアムとメアリーの共同統治が始まった。イングランドでは流血を見ることなく革命が、成立したのでこの政変を名誉革命と呼ぶようになった。フランスに追放された、ジェームズ二世は、革命後、 フランス軍の支援を得て、カトリックのアイルランドに上陸し、ジャコバイトを率いて、イングランドに対する反乱に立ち上がらせた。スコットランド高地地方でも反イングランドの反乱が起こり、ウィリアム三世はこれらの反乱鎮圧のために出陣し、本国オランダも大同盟戦争でフランスと戦争していたので、ほとんどロンドンにいなかったため、イングランドのルスは、 メアリー2世が預かる形となった。メアリーには政治的な手腕があったとされ、1690年にウィリアムがアイルランドへ出陣した時は、彼が任命した顧問団と共に留守を任され、その間にイングランド・オランダ連合艦隊がフランス艦隊と交戦してビーチーヘッドの海戦で大敗すると、この戦いで見捨てられた形のオランダに対しては謝罪し、 責任者のトリントン・ハク・アーサー・ハーバートを捕らえて、ロンドン島へ送り、イングランド国民の団結を図った。ウィリアマイト戦争終結後もウィリアムは、大同盟戦争で大陸に出陣したため、引き続き不在のイングランドを、コンダ団と共に統治した。ウィリアムとの間に子供は生まれなかったため、後継者は妹のアンに決まっていたが、アンとは居住区画の拡大と、 財産分与の問題をめぐって関係が悪化し、背後に助官サラジェニングスが影響力を及ぼしているのに気づき、1692年にアンにサラの解任を求めた。アンからは拒否され絶好となり、サラの夫で軍人のマールバラハクジョン・チャーチルはウィリアムに解任された。アンはサラと共にサマセット校。 チャールズ・シーモアとエリザベス・シーモア夫妻から借りた、ロンドン郊外のサイオンハウスに移り住み宮廷から背を向け、メアリーも同年に生まれた、アンの子供が溶接した時に、アンの見舞いに訪れた後は、二度と会おうとしなかった。1694年、メアリー二世は、ケンジントン宮殿で、天然痘により崩御し、以後は、ウィリアム三世の単独統治となった。 メアリーの崩御後、ウィリアムとアンは和解して、マールバラ博夫妻も宮廷に、復帰。1702年のウィリアムの崩御後、権利の焦点の取り決めにより、アンが即位した。スチュアート朝の家系図、イギリス革命史、P129、P174、P218、P226。イギリス革命史、P240。 P257P258P268 図節ヨーロッパ宮廷の愛人たち P84P87 イギリス革命士、P21P22P36P40P41P55P58P101P108P111 モールバラ公尺のこと P78P84 イギリス革命士、 P139P140P143P149P153P159P160P207P209 ありがとうございます。